Kanto Mugengou ga nokoshita Infinity Gold koso Gunyu kakkyo no Narashina ni yokeru saikyou no akashi de ari sore o megutte furyou shounen tachi no hateshinaki kousou ga tsuzuite ita sono densetsu no jaketto o te ni shita no wa Nijimaru gumi no Nijikawa Jun to Haguro Shoumaru de aru kore ga これが約束だからよ。ジュンとショウマルはナラシナの三巨頭ツインドラグーンアグニ一目で分かったぜ。ニジマル組の頭だろ。だからだよ。俺はルールをぶっ壊して遺産をぶん取ってやった。この俺自身が東魔界を倒し。構想に終止符が打たれたかと思われたが、ここに新たな敵が立ちはだかった。ナラシナの番人との異名を持つ宇月ロンドと。生きてたら連絡くれよ。グラッバーこと式守海。そして謎の女レーナ。虹川さん頑張ってさすがだな宇月こうでなくちゃロンドを迎え撃つジュンは壮烈な戦いを展開する海に迫る小丸の前には屈強の傭兵部隊が立ちふさがるどっちまったなジュン俺はこんなことでしか彼が返せねえんだどうしやがった
出すのは100万がパーだ。俺はもう走れねえ。やるわ。あっちだ。よし、後で100万やるからな。どこだ。どこにもいない。ヘイトの方は。ダメだ。学部たちから連絡だとか。いや、まだだ。一体どこ行っちまったんだよ。やべえな。地元の皆さんに聞くのが一番早いかもな。サンタの潔癖症フル装備だ。スリッカーもつかめねえくせしてやる気全開。来ました、パパが。二郎丸さん、一緒に順探してくれるの嬉しいんだけど。すんませんね、単車修理出しちゃってるもんで。よいしょ。おっとっとっと。さっさと寝ろ、バカ野郎。立ってる限り負けにはなんねえんだよ。相撲じゃねえんだ、バカ。じゃあ見せてやるよ、俺の必殺技。予告ストレートだ。まずは
右ストレート、左ストレート、お前バカだろ、うるせえ、間違いないな。かっけえじゃん。よし、行くぞ。いっしょあんたにとっちゃ生ゴミはナメクジの塩だもんな。ガンジス川で泳いだら死ぬぜこいつ。どう、二人は。めちゃくちゃですよ、あんな体で二人とも。正丸くんを探しに行ったんじゃねえのかよ。でも世紀の戦いっすよこれは。ああ、でもこっちも捨て堅い。キュアハル？レイナちゃんじゃないっすか。もうすっかりもう美人さんになっちゃって、もう何言ってんですか清春さん。早く二人を止めてよ。止めようとって止まる二人じゃないでしょうね。レイナちゃんどっか行けバーカ。きついな、もう。ああまるでサンダ対ガイラですね。ジュン、ほんと聞くぜ。面白え、面白えな、てめえ。本気になったようですね。郷さんを殺しかけた時と同じだ。親友を殺しかけた、そのことが頭から離れなかったんでしょう。どんなに強くてもずっと本気になることはなかった。トーマと何度やっても本気にならなかった。当たり前でしょ、だって相手は二次川純よ。どっちも半端ねえ。血がたぎるぜ、ウズキ。
まだそんなドブ川眺めてんすか。この場所が嫌いか、タカシ。当たり前でしょうが。こんなガキの頃を思い出させるくっせえ川。俺は気に入ってるぜ。お前とゴーに出会った場所だからな。思い出に浸る年かよ。確かにな。俺は熱くするもんなんてもうねえし。いつまであれにこだわってるんすか。そんなんじゃボクシング諦めた郷さんが浮かばれねえよ。あれは正々堂々としたスパーでしょうか。郷さんはボクシング部のエースだった。将来のオリンピック候補、チャンピオン候補として騒がれていた。そしてロンドさんも最強の男として恐れられていた。その二人が戦うのは必然だった。想像もしないアクシデントだった。肋骨が折れて肺に刺さった郷さんは生死をさまよった。そしてロンドさんはボクシングを捨てた。その思い出があんたを縛ってたんですよ。決まりましたね。何やっとんじゃいこのボケ。てめえ勝手に負けてんじゃねえぞこの野郎。
お前ら。一人で戦ってるわけじゃねえもんな。俺はにじまる組かしら。にじかわせんだ。にじかわ。全てぶつけても倒れねえ。なんて強い男なんだ。これで最後だ。これで倒れなきゃ。俺の負けだ。おい、俺の負けだっつってんだろ。最後の一発で答えは出た。俺の負けだ。てめえ、俺が負けを認めてやってんだ。素直に喜べよ。今のお前には勝てねえ。だから俺の負けだ。行くぞ。てめえらって倒れなかったじゃねえかよ。俺の負けだっつったら負けなんだよ。そんなの関係ねえ。俺の負けだったら負けなんだよ。二度言うな。男だったら簡単に負けだとか言ってんじゃねえよ。いいか、
負けを認めるってことは勝った方の言うことを聞くってことなんだぞ。俺はそれも含めて負けを認めてんだよ。じゃあ俺だってそうだよ。なんならな、フルチンで鳴らしな一周してやるぜ。は？もういい。ジュンは鉄板でバカだったんだ。ゴー、ミツルギ、よう、虹川。相変わらず妙な意地張ってんな。どっちもひでえ面してんな。これは確かにどっちも負けだぜ。密林の言う通りだぜ。ああ、本当バカ。次は負けねえぞ。こっちのセリフだ。あれ、あの女は。女？あの女は真無限鏡だ。はめられたんだよ、お前。マジかよ。人の話聞けよ。四季森海の妹のレイナちゃん。翔丸くんは待ち伏せにあったみたいだね。翔丸はどこだ。頼む、教えてくれ。何のこと？話見えない。叩くぞこの雨。女をいたぶる趣味はねえんだよ。場合によりきりだと思うけどよ。俺はあんたに頼むことしかできねえんだ。タチが心配なんだよ。本当に心配なんだ。だから頼む、教えてくれ。あんたの気持ちよく分かったわ。甘いってのよバーカ。頭下げたくれえで。どこの誰が心動かすってのよ。てめえ調子に乗ってんじゃねえぞ。本当にその出汁が大切ってんな。無限のジャケットをよこしな。そうしたら教えてやるよ。ダチとジャケットどっちが大切なんだよ。俺は預かってるだけだ。あ？インフィニティゴールドは俺たち全員のもんだし、翔丸の夢なんだよ。それを渡すってことは翔丸を裏切ることになっちまう。だからそれはできねえ。
ですよね。おちょくってんのか。分かってくれよ。さあ、お前らも頭下げんだ。それで納得する浜か、こいつは。俺もそう思う。無駄だよ、ジュン。無駄でもいい。翔丸のためだろ。この通りだ。仕上がって、頼む。分かったよ。教えてやるよ、ハグロ翔丸の居場所。本当か。ああ、その代わり連れて行くのは虹川一人だけだ。ありがてえ。おい、信じていいのかよ。どうすんべ。ジュンに任せるしかねえだろ。お前ら、なんだ。それ悪くねえか。さっさと病院行かねえとな。知ってたのか。気づかねえのはフルチンで走ろうとしたあのバカだけっすよ。ちげえねえ。世界だった。暗闇は今も俺の居場所だ。あそこに用はねえんだよ。
手頃で勝負できねえのかよ。青臭いこと言ってんじゃねえよ。これが俺たち傭兵部隊のやり方なんだよ。遊びじゃねえのさ。必ず勝って現ナマを頂く。うまいもん食ってるまぶい女だいたい。いい車転がすのよ。だから手段は選ばねえ。クズが。 心配なんだ。翔丸が？それともジュン？贅沢な選択肢だよね。翔丸とジュン、女だけじゃなくて男も燃えさせるやつら。どっちもこれ以上 危険な目に遭ってほしくないんです。それは大丈夫よ。あいつらにけじめつけさせるやつらはそういないわ。だといいけど。それより。 翔丸とジュンは気づき始めたはず。それぞれに絶対避けられない相手がいるってことに。誰だろう。そして外れるといいけど、この予感。 まだまだだ貴様、殺してやるよ。 寂しい野郎め。おっしー。抜けがけかよ。後から来て管巻いてんじゃねえよ。三等分か。しょっぱいな。 怖くて震えてんのか。嘘だろ。これが奈良市の4強の一人かよ。こんなやつに100万なんて美味しすぎるぜ。俺の体が反応してやがる。こいつらの腐った心によ。 どうしようもねえ闇を持った俺の心によ。
どうした命乞いかそれとも念仏か俺の中にずっとくすぶってる闇がよ俺を飲み込んじまうんだよ染まっていくんだよああ闇の中で俺はただじっと待ってた誰かがあの襖を開けてくれるのだけをだってマリナーチュン俺こっから出らんねえかもしんねえうるせえついてえぐるぞてめえにはわかんだろ俺はやるよどうしたよ。あ？あんたには恨みなんか何にもねえ。ただ命令に従わなければ俺たちが始末されんだよ。わかんないぞ。関係ねえよ。俺に火つけたのお前らだろ。ああ！誰でも叩かれりゃいけんだよ。だ、100万やるよ。欲しいだろ、百万。お前らの頭どこにいる？先々さんの動きなんか俺たちなんかわかんねえよ。しげえだろ。
四季盛りだよ。いや、それは話が見えねえな。四季盛りはどこだって聞いてんだよ。よし、やめろやめろ。キモリ、今取りに行くぜ。遅いっすね。どうなってんだザキ。それなりに使える連中なんですが、傭兵とかなんとか大げさなこと言いやがって。仮に奴らが手こずったとしても、ハグロは間違いなく足腰立たなくされてますって。じゃあその時はお前が始末すんだな。とんでもない。ボスにお任せします。はあ、紐引いたか。それとも自分じゃ手汚さねえか。いやいや違いますって。手負いのハグロなんてボスの敵じゃありませんよ。虹川と宇月が引き分けたって話ですから、ボスがハグロに勝てば最強です。相手が小粒になっただけ楽勝ですよ。乗せるのがうまいな。勘弁してください。マジそう思ってますから。あいつは俺と同じ匂いがする。どういうことですか。あいつは心の中に俺と同じ闇を抱えていやがる。いや、意味わかんないっす。舐めねえ方がいいってことだ。はい。ただし、救いのない人生の中で俺の上行くやつはいない。地獄から這い上がってきたんだからな。ぶっ殺す。だって根性なし。姉ちゃん好きになって絶対ぶっ殺す。絶対だと見て。いい根性でかい。喧嘩は参ったって言わなきゃ負けじゃねえんだ。いいかよく聞け。いとこのてめえにも妹のレイナにも俺と同じ薄汚ねえ式守の血が流れてる。そういやてめえの里親火事で焼け死んだろ。どうしてやろうな。知らねえよ。楽しんだんだろ。え？それが俺たち式守のどす黒い闇の血だからな。あれが最後だったな兄貴。結局最強の証も命も全部なくしちまった。兄ちゃん、十文字誠とやるんだろ。ああ。俺も行く。
悪いな、かい。これは俺と誠の怠慢だ。誰にも邪魔されたくねえんだよ。楽しそうだな、お兄ちゃん。ああ、俺はずっとあいつと戦いたかったんだよ。最強なんかかけなくても、出しとか敵とかじゃなくて、心が求めんだ、お互いに。憎くねえのかよ。今はな。いつかお前にも分かる時が来るさ。十文字が兄貴を変えちまった。ヤバいなった兄貴には最強は荷が重すぎたんだ。今日俺が最強を手に入れてやる。はい。どうした？いや、傭兵どもが気になって。様子見てこい。はい。ここか。そう。ここよ。ここがあんたの墓場。そういうことか。てめえは十文字誠と同じ匂いがすんだよ。陸兄貴を奪った十文字と、今のてめえなら私で十分だ。ザキか。待たせたな。はあ、ずいぶんくたびれてるじゃねえか、ハグロ。余計なお世話だよ。てめえの血見るまで収まらねえよ。はあ、俺もてめえの肉の裂ける音と骨の砕ける感覚に飢えちまってるよ。行くぞ。隙間に！おいおい！怒らせてどれ？やめろ！死ぬか！まだまだ。てめえらにダメんだよ。てめえを殺すことなんか何とも思ってないんだけどな。
元まで差し込めば俺は即死、楽に行けるってわけだ。さあ来い、死ね。 他に綺麗も汚ねえもありゃしねえ。どんな手使っても勝たなきゃ意味がねえんだよ。これは二人のどっちの闇が暗くて深いかの勝負だろう。ハグロ。 てめえの闇はその程度か？ もう限界か？ 納得いかねえな。 てめえと一緒なんて納得いかねえ！ おら！ <笑>間違いなく同じ側の人間だ！ 二人ともよ！ くんなよ。
何匹あんねん。ああ、何もやってねえよ。言い訳は署で聞く。おい、だから俺は何もやってねえっつってんだろうが。だと貴様、どうだ、落とされる気分はよ。叩けば誇りが出るんだろう。調子を作って燃焼を食ってやるよ、こら。このクソラップ。そうだ、これが工房だ。てめえ殺して燃焼に行ってやるわ。ヤングエルボー。バカ野郎、お前まで燃焼送りになっちまうだろうが。一緒じゃなきゃつまんねえだろ。塀の向こうでもこっちでもよ。いつもお前が俺を闇から連れ戻す。しょうがない。本性見せやがったな。俺はてめえと違うってことに気づいたぞ。ああ、なんだ。俺は一人きりじゃねえ。友情ごっこかよ、くだらねえ。てめえも陸兄貴も負けるな。怠慢だ。なきゃいけねえのはもうてめえじゃねえ。終わりだ。
決めつけてんじゃねえ。俺はまだ終わっちゃいねえ。怪人さん、離せ。怪人さん、今日はゲームオーバー。陸忍ちゃんが言ってたでしょ、参ったしなけりゃ喧嘩は負けじゃないの。よ、お疲れさん。なんでお前がここにいるんだよ、ジュン。え？そんな体でまた俺を助けに来たのかよ。結局俺はお前と対等にいれねえのかよ。気がしてて理由聞かねえのかい。そんなもん俺たちにはいらねえだろ。あ、たぎっちまった。たぎっちまったな。抜け駆けで潰されただ。奴を舐めてました。もう一回やらせてください。どうだった？ハグロの勝ちだ。シモルのやつ、妹の肩を借りて歩くのもやっとだったぜ。でもよ、あの女いいケツしてんな。それは飛ぼうか。ハグロ、ショウマル、こいつらが手こずるのも当たり前だ。Nijimaru組は日の出の勢いだな。ハグロとニジカワの二人さえ始末できりゃあとは大したことねえんだが。いいこと思いついた。こいつらにはもう一働きしてもらおうか。リベンジさせてやるよ。Narashina全部を相手にな。
お前が本気で来るんだな、俺も本気で答えるよ。だからお前に勝つ。俺はただお前と同じ眺めが見てみてんだ。遠慮はしねえぞ。全開で来いや。勝負は一回、引き分けなしの決着がつく俺だ。よし。なんであの二人はやり合わなきゃなんねえんだよ。どうしてもわかんねえよ。全部壊れちゃうよ。そんなの嫌だよ。Nijimaru君は許せねえ。Narashinaはバランスが取れてたんだよ。誰がこのままくすぶるって言った。当座のしのぎの立て替え分だ。人違いですな。ふざけんな。行くか。うん、来るな。奈良市なと関西の全面戦争かですね。せめて純と翔丸の怠慢ぐらい綺麗に晴らしてやりてえもんだ。翔丸、ふざけんなよ。目覚まったら翔丸。